こんにちは。いちごパンケーキと申します。今回の動画は、JR 西日本、事故や不祥事が多すぎ、事情作用はあるのかというテーマでお話をしていきたいと思います。で、最近、鉄道マニア界隈の間では、JR 西日本が事故や不祥事が多すぎるということで話題になっております。で、まあ、大きいもので言うと、例えば、新幹線の検査を忘れてしまう。 とか、車両基地の中で主教部運転をしたとか、ドアを開けたまま電車を発車させてしまったなどなど、まあ、こういう結構大事故につながりかねないような不祥事っていうのが相次いで起きています。で、JR 西日本といえば、過去に福知山線脱線事故という、まあ、日本でも最大級の大事故を発生させてしまった会社ということもあり、まあ、鉄道マニアの間では、 えーまあ、このような事故が相次いでいることから、まあ、近々大きな事故が起こるんじゃないかというような声も上がっております。で、そこでこの動画では、えーまあ、最近 JR が西、JR 西日本が起こした、えー、事故や不祥事について、まあ、定性的、定量的に分析し、まあ、考察していきたいと思います。で、えー、まず分析や振り返りに移る前に、 えー、JR 西日本が今までで起こした最も大きい事故である、福知山線脱線事故を、えー、まあ、簡単に振り返りたいと思います、えー。福知山線脱線事故というのは、えー、まあ、2005年に起きた、えー、まあ、脱線事故で、えー、死者は107名、負傷者は562名の、えー、まあ、大惨事になる、えー、まあ、事故で、まあ、で、横転し、車両が横転してですね、えー、ビルに突っ込んでいる様子っていうのを、 えー、まあ、記憶されている方も、えー、多いかと思います。で、まあ、この事故の直接的な原因としては、まあ、運転手が遅れを回復するために、えー、大幅な速度超過をしていたと。カーブで、えー。カーブで大幅な速度超過をしていたため、えー、まあ、脱線をし、ビルに突っ込んで、えー、死者をたくさん出した。という事故です。で、この背景には、えー、ま、もともとダイヤがギリギリで、 えー、さらに遅れて、少しでも遅れてしまうと、まあ、日勤教育と呼ばれる、まあ、運転技術の向上とは何の関係もない、えー、草むしりとか、えー、まあ、なんか大声で挨拶するとかですね、まあ、そういった懲罰的な、まあ、教育があったということが指摘されています。で、また、えー、まあ、これに関連して、まあ、保安設備の整備を、ま、ケチっていたことであったり、まあ、車掌が防護無線を えっと、まあ、防護無線っていうのは、えー、ま、緊急停止を周りの列車に知らせる信号のことなんですけれども、まあ、それを発砲できなかったということで、まあ、その無線を発砲する機械自体の設定ミスも発覚しました。で、さらには、えー、ま、この電車の運転手は、まあ、直前の駅で、えー、ま、規定の停止位置を行き過ぎるっていう、まあいわ、いわゆるオーバーランですね。でオーー、オーバーランをしていたにもかかわらず、 え、ま、車掌に、と共謀して、ま、共謀と言うと言い方が悪いかもしれませんが、ま、それを、え、ま、過小評価して報告していた、ということも明らかになりました。ま、口山線事故の教訓としては、え、厳しすぎる懲罰をしない、ということであったり、ま、失敗を隠蔽しない、ということや、ま、作業に余裕を持たせる。ま、これはダイヤのことですけども、電車で言うと。 それから、まあ、バックアップを十分に取る。まあ、要するに保安装置、ATS とかをしっかり整備しましょう。ということが、まあ、教訓として、えー、得られました。で、さてですね。まあ、ここで福知山線の事故を復習したので、まあ、最近起きた、えー、JR 西日本の不祥事を、まあ、三つほど紹介したいと思います。で、まず一つ目は、えー、新幹線の検査を忘れということですね。 えー、こちらは NHK が詳しく、えー、報じています。で、タイトルは新幹線のぞみ、車両点検せず運行、低減影響で確認できずというものです。で、まあ簡単に、まあ要約すると、えー、まあ、JR 西日本はですね、今、博多発の新幹線に使う、えー、まあ、電車をですね、まあ、車両点検をせず、えー、そのまま運転させてしまったというものです。 で、まあ、新幹線は、まあ、会社の規定で、もう二日に一回、車両転転をすることになってるんですが、まあ、その前日のですね、まあ、18日に、えー、まあ停電が発生して、まあ、ダイヤが大きく乱れた、れたために、まあ、転をしたかどうかっていうのの確認が不十分で、まあ、そのまんま運転をさせてしまったら、えー、まあ指令所から指定をされ、えー、運転を取りやめた、というものです。で、二つ目は、 えー、まドアを閉め忘れて電車を発車させてしまったというものです。で、まこちらも NHK が、えー、詳しく報じています。でまタイトルは、北陸本線で普通列車がドアを開けたまま出発し、6約6メートル走行というものです。で、ちょっと引用すると、JR 西日本金沢支社によりますと、えー、12月8日正午頃、えー、南越前町にある北陸本線の湯能駅で、 セルが初、福井の普通列車が、ホームの、ホーム側のドアを開けたまま出発したということです。列車は停車によってそのまま6メートルほど進みましたが、安全装置が作動し、加速しなかったことから、運転士がドアを開けた,開いたままなことに気づき、ドアを閉めて出発し直したということです。中略、運転士はドアの閉め忘れについて会社に報告せず、乗客から通報を受けた、 国土交通省中部運輸局が JR 西日本に連絡して、会社が初めて事態を把握したということで、まあ、点々点というふうに、ま、続いてるんですね。で、まあ、運転士は、まあ、隠蔽をして、えー、まあ、乗客から通報されて、まあ、やっと発覚したというものです。で、まあ、三つ目が、えー、奈良線で赤信号を無視したというものです。でまあ、こちらは11月30日に起きたんですが、 ま、これは京都新聞が詳しく報じています。タイトルは、えー、JR ナレーティフス電車の運転士が赤信号を見落とし、駅構内の快速電車270メートル手前で停車というものです。で、これは、えー、奈良線の新年駅っていうところで、えー、起き落ちたんですけども、まあ、ちょっと記事引用すると、先行の快速電車が、急病患者発生で駅に緊急停止、 駅の約3、手前約350メートルにある信号が赤になった。自動列車停止装置くは移転すが動作したため、高、え、速、ー、列車の普通電車の運転士はブレーキをかけながら進んだが赤信号を通過し、前方に快速電車が止まっているのに続いてから停止したという、まあというものですね。で、この3つのケースから、えー、見えてくるものというのを、 えま、ざっとおさらいしたいんですけど、まず、新幹線の点差忘れというものですね。で、ま、こちらは、ま、混乱していたとはいえ、ま、混乱するってことは、ま、たまにあることなので、ま、そういった時でも、十分に、え、作業できる余裕はあるのか、あるいは確認している余裕はあったのか、ま、そういう人員を確保していたのか、というものですね。ま、これは福知山線脱線事故と、ま、関連してると、ま、福知山線脱線事故っていうのは、ま、ダイヤが、 もうカツカツのギリギリの状態で運転していたということが、まあ原因の一つにあげられるんですけども、まあ同様に、まあ検査もしっかりやれる体制整ってたのっていうことが、まあここから、えまあ言えることだと思います。で、二つ目のドアを閉め忘れて発車っていうものなんですけども、まあこれは安全装置が、まあちゃんと動作して、モーターに電流が入らなかったっていうことなんですけれども、まあただこれは運転手は、 まあ、に失敗を隠蔽して、えー、まあ、国土交通省から指摘されて、え、やっと、ま、発覚したということで、まあ、結局、社員が失敗を、まあ、隠蔽するっていう体質があるということで、まあ、実際にはまだ日勤教育やってるんじゃないのかとか、まあ、そういう疑いを持たれても、これは仕方ないことなのかなと思います。で、三つ目の、えー、まあ、7000の信号無視ですけれども、まあ、これは、 え、ま、ATS がちゃんと動作していたため、ということには書いてあるんですけども、ただこれ、信号の手前で停止してないっていうことは、ま、この ATS の状態が、ま、大丈夫だったのか、ま、機能として大丈夫だったのか、ということが、ま、この事故からですね、え、ま、指摘できるんじゃないかなと思います。で、このように、最近起きた、JR 西日本の、ま、事故や不祥事を見ていくと、 福知山線と重なる点がいくつかあるということもあり、まあ、鉄道マニアが JR 西日本の体質について案じるのも、まあ、無理がないことなのかなと思います。で、ここからは、まあ、これは偶然じゃないかと、えー、言われるかもしれないので、もう少し深く掘り下げて、えー、データで見ていきたいと思います。で、JR 西日本は、えー、不祥事や事故が起こると、ホームページのニュースリリースっていうところで、えー、発表してるんですね。 で、具体的には、ま、ご報告っていうカテゴリーがあって、まあ、この中に、あの、書かれているものは、ま、ほぼほぼすべて、えっと、事故や不祥事の、ま、事故報告っていうことになります。で、今回調べたのは、2019年度から、え、2022年度のものでして、まあ、2019年度を入れることで、えー、ま、コロナの前とコロナの後の比較ができるかなと思います。で、まあ、掲載された点数を、じゃあ、まず見ていきます。 で、まあ、この中には、あの、鉄道とは直接関係のないものなども含まれていますが、まず、えっと、点数だけお聞きください。で、2019年度は、え64点。2020年度は78件え2021年度は59点。え2022年度。えっと、まだ12月21日までですが、61件なんですね。で、参考までに、えっと、まあ、それよりも昔はどうだったのかっていうことで、 まあ、2011年度と2015年度を見てみたんですが、まあ、2011年度は、えー、62件、2015年度は58件で、えー、まあ、あんまり変わってないということがわかると思います。で、また2022年度は、えー、まだ12月でして、まあ、4月から3月までってことを考えると、まあ、残り3ヶ月あるわけですが、もうすでに2021年度の え59点を超えて61点に達しているということで、まあ、このペースで行くと、まあ、今年度の終わり頃には81、2点、えーまあ、ご報告に何か不祥事等を報告しないといけないというようなペースになっています。で、また、検、ま、査、あ、されている件数からわかることは、まあ、コロナの前とコロナの後を比較すると、件数があんまり変わっていないということで、 えー、まあ、要するにコロナによって、まあ、業績が落ちたので、例えば、ま、社員の方の、まあ、その、モチベーションが下がって、えー、事故が多くなってるんじゃないかとか、まあ、そういったことはあんまり考えにくいんじゃないかなと思います。えっと、次に、まあ、どのような部門で、えっと、まあ、事故や不祥事が起きているのか、ということについて見ていきます。で、まあ、分類したのは、ま、3つの部門で、まあ、1つ目は施設ですね。 でこれは線路や駅の設備に関連したもので、まあ、例えば、あの、高架橋から何か部品が落下しましたとか、あるいは駅で電光掲示板が壊れて蓋が落下しましたとか、いうものがここに入ってきます。で、二つ目は車両ですね。でまあ、車両基地の中でまあ飲酒運転してましたっていうのもこの前ありましたけれども、まあ、そういったものであったり、まあ、あるいは車両の部品が落ちましたとか、そういったものを、えっと、ここに入れました。 で3つ目は運行や駅ということで、まあ、乗務員や駅員がミスをしたとか、まあ、不祥事を起こしたというものですね。あと、他に、えっと、ここには鉄道と直接関係がないものも、えー、ご報告の中に上がってまして、で、まあ、それはまあ関連会社のものであったり、副、まあ、社員がコロナに感染しましたとか、えー、観光列車で誤って賞味期限切れのものを提供しましたとか、 それから、えっと、一旦調査中になったものが、まあ、後から原因が分かって報告しましたってものは、ダブルカウントになっちゃうので、えー、一旦この、その他のところに入れています。それについて、えー、2019年度から2022年度まで、えー、まあ、分類したので、えっ、ー、と、見ていくと、えー、まあ、施設の、えー、に関わる、事故っていうのは、まぁ、あ、2019年度は29件あったものが、 まあ毎年毎年下がって、ま、2022年度は、15点まで下がっていると、いうことがわかります。で、ただ、一方で増えているのが、ま、車両関連の、不祥事事故で、と、ま、2019年度は7点だったのが、2022年度は13点。それから、駅や運行にかかるものですね。ま、これは、上がったり下がったりしているんですが、ま、おおむね20点ぐらい。 えー、あるという状態ですで、まあ、その他に関して言うと2020年度は、まあ、社員がコロナに感染しましたっていうやつが結構多かったのでちょっと、えーまあ、全体の件数が膨らんでいるってことがあるんですが、まあ、それらをそれを除くとおおむね8.9件,件の状態で推移していますで困難、まあ、なんかのことからわかることとして、まあ、施設に関わる部門での事故や不祥事っていうのは、まあ、減っているんですが 運行や駅に関わるものっていうのはあまり減っていない。それから車両に関わるものはむしろ増えているということになっています。で、まあ、ただ一番多いのも、えっと、まあ、施設の関連した事故でして、まあ、2019年度から2020年度まで合計すると90点。で、まあ、同率1位で運行や駅に関わるものっていうのも90点あるとえいうことになっています。 ねまあ、なので、まあ、特にこの施設に関わる部門であったり、まあ、運行や駅に関わるもの、まあ、特に乗務員のミスっていうものは、まあ、すぐに、えっと、乗客の命に関わりかねないことですので、これは減らしていかないと、まあ、大事故が起こる可能性があるということですね。で、次に、えー、まあ、なぜ事故や不祥事が起きたのかっていう、まあ、原因について見ていきたいと思います。 でこれはまあちょっと調べるのが大変なので、まぁ、あ、2022年度、えー、分だけを、えー、見てみました。で、まあ、プレスリリースの方に、えー、まい、あ、大体事故の原因っていうのが書かれているので、まあ、それを見て、えー、まあ、4つのカテゴリーに分類しました。で、まあ、1つ目はヒューマンエラーということで、まあ、乗務員が、えーまあ、意識が低くなっていて、えー、まあ、やらなければいけない作業をすっぽかしましたとかっていうものが入ってきます。 で、二つ目は自然災害や動物っていうもので、まあ自然災害っていうのは、例えば雷が落ちましたとか、まあ動物っていうのは鹿が衝突しました。みたいなことが、ここに入っていきます。で、三つ目は点検の不備や老朽化っていうもので、えっ、ー、と、まあこれは点検の不備っていうのはフィーマンエラーじゃないかと言われればそうなんですが、まあただ老朽化っていう要因とかもあって、まあいろいろ切り分けられないところもあるので、まあこれは別のカテゴリーとして設定しました。 で、まあ、四つ目は調査中っていうもので、えー、まあ、調査中のままですね、えっ、ー、と、まあ、報告が終わっているというものが、えー、結構ありまして、で、まあ、もちろん調査中だったんだけど、後から原因が分かったので報告しますっていうものも、まあ,あ、るので、まあ、それは、えっ、ー、と、まあ、他の三つのカテゴリーに入れてカウントしています。で、これらの分類なんですが、まあ、これはその他を取り除いてやったので、まあ、トータルの点数としては、 えー、52点となります。で、まあ、それぞれの点数を見ていくと、まあ、2022年度はヒューマンエラーが27点、えー、自然災害や動物に関わるものが、えー、3点、えー、点検の不備や老朽化が、えー、12点で、調査中が10点ということで、えーまあ、大体全体の2割ぐらいが、まあ、調査中で、えー、終わっていると。で、まあ、原因が分かったもので見ても、まあ、全体の 52%はヒューマンエラーによるものだということが分かると思います。つまり、ここから言えることっていうのは、ものすごくヒューマンエラーが多い。つまり人の勘に頼りがちであるということも言えると思いますし、社員のモチベーション等が低下しているんじゃないか、などといったようなことも予想できるということですね。 で、まあ、その結果として、まあ、何が起きたのかっていうものを、まあ、ちょっと、えー、ここで詳しく振り返っておきたいと思います。で、まあ、2022年度ですと、えーまあ、特に、えっ、ー、と、大変なものだったのが、まあ、脱線が1件。それから、台車に亀裂が入ったっていうものが1件。で、特に、ま、件数が多くて目立ったものとしては、まあ、ドアが開かなかったっていうものが、四、えー、4件。ドアの取り扱いを誤った。 っていうものが9件。で、まあ、そのうち、えっと、反対側のドアを開けてしまった。まあ、ホームがない方のドアを開けてしまったっていうのが4件もありますと。でさらに、えっと、停車駅を通過したり、まあ、あるいはとんでもなくオーバーランしてしまったとか、まあ、停車位置を間違えてしまったっていうた、類のものが、え、7件もあります。でまあ、詳しく内容は見、見ることはしませんが、え、同じようなミスっていうのが、 え、短期間に何回も繰り返されているっていうことが、ま、ここからわかるかと思います。で、まあ、さらに、えっと、2019年度も、ま、どういうものがあったのかっていうものを見ていきたいんですが、えー、ま、脱線が1点。それから、ま、ドアが開かなかったっていうものが2点。え、ドアの扱いをミスりましたっていうのが4点。まあ、うち、反対側のドアが落ちちゃいましたっていうのは1点。で、まあ、このようにして見ていくと、まあ、わかることが2つありまして、 一つ目は、まあ、様々な事故や不祥事っていうのが、まあ、いろんな箇所で起きているということですね。で、まあ、つまりこれは、一件一件にパッチワークをして、まあ、それぞれ、こうなったので、こういうふうに対策しますとか、いうふうにやっても、あんまり意味がないのではないかと。で、まあ、その背景には組織的な問題について、疑いの目を向けざるを得ないということです。で、もう一つは、まあ、同じミスが何回も繰り返されているってことで、 まあ先ほど紹介した通り、まあ、反対側のドアを開けるとかですね、まあ、そういったドアの取り扱いミスであったり、まあ、車両の不具合で何らかの原因でドアが開かなかったといったものが、えー、何回も繰り返されているということもわかります。で特に私が驚いたものがありまして、でこれは、えー、と2022年2月28日に発表されたものなんですけれども、まあ、モルタル編剥離について、 まあ、眼徳線で落ちましたよっていうのがあるんですが、で、まあ、モルタル編っていうのは何かっていうと、トンネル内部の、えー、補修材ってことなんですよ。もうちょっとよ,よくわからないんですが、まあ、それが落下してしまったと。えー、それをまあ、運転士が発見しましたっていうのが、えー、まあ、この2月28日にあったんですね。で、それからですね、えー、1ヶ月半後のですね、2022年、えー、4月14日、 にもですね、モルタル編剥離について、過去ガントク線っていうプレスリリースが発表されていてですね。で、しかもこれがですね、全く同じところで、えー、剥離してるんですよ。この1件目の、えー、と 2, 2月に起きたものも、えー、と発件場所、ガントク線の同、えー、祖、道祖島でトンネルっていうところで起きてるんですが、4月に起きたものも、 同じく道外でトンネルというところで起きていると。で、まあ、この2月の時にですね、まあ、対策として、えー、周辺部分のダウン点々を実施し、他に落下するものがないことを確認しておりますっていうふうに書かれているんですね。で、それから1ヶ月半経ってですね、またここで同じトンネルで、えー、落下してですね、まあ、ここには対策は、えー、周辺部分の ダウン点検を実施しており、落下の恐れがあるものがないことを確認しております。なお、軽微な異常、異が発生している箇所においても、夜間車両について、発利落としを実施する予定です。というふうになっていて、で、まあ、1ヶ月半前に点検したはずじゃなかったのと、えー、いうことなんですね。で、まあ、つまり、まあ、この不祥事や事故が起きても、まあ、その後の事故対応っていうものが、 まあ大切なんじゃないかということが、ここから見えてくるわけですね。ということで、まあ、2022年度分について、えーまあ、事故や不祥事があった後の対策っていうものが、まあ、プレスリリースに書かれておりますので、まあ、そちらの方がどういうものがあったのかっていうのを分類しました。でまあ、これもその他は続いているので、ね、まあ、トータル52件になるんですが、えーまあ、3つのカテゴリーに分類して、まあ、1つ目は、 えっと、不記載、検討中。まあ、あの、原因がまだ分かりませんとか。まあ、そういったもので、も、ま、う、あ、不記載になっているものとか。えー、まあ、あるいは、まあ、原因が分かっているけれども、なぜか記載されていないとか。あるいは原因が分からないの検討中っていうものもありました。で、二つ目は、具体的な行動が書かれているもの。で、まあ、追加で点検を実施しましたとか。まあ、それが、ま、有効なものであったかどうかは、まあ、とりあえず置いといて、 具体的な行動が書かれていたものは、えー、こちらにカウントしました。で、まあ、三つ目は、えー、教育や指導の徹底っていうもので、まあ、具体的な行動ではあるんですが、あまあ、あんまり曖昧というか、まあ、下の順番の人に責任を押し捨てて終わってるような形じゃないかとも受け止められるんですが、まあ、そういったものもカウントしてあります。で、それを見ていくと、まあ、不記載、あるいは検討中っていうものが、えー、27点で、これ全体の53%。 で、具体的な行動が書かれたものは12点で全体23%。で、教育や指導の徹底を済みますっていうものが12点あって24%。えっと、ちょっとこれは多分、Excel の、えっと、ま、ずれだと思うんですが、まあ、こういったようになっています。まあ、つまりですね、まあ、ここから見えてくることっていうのは、まあ、具体的な行動が書かれていたものっていうのは全体の4分の1にも満たないということで、まあ、残りは、 ま、付きのまんま終わる、え、曖昧なまんまで終わるか、え、ま、教育や指導の徹底という形で、え、ま、よく、ま、とりあえず何か、えっと、ま、例えばシステムを入れて、ま、ヒューマイラが起こりにくくしましたとか、そういうこともなしに、ま、とりあえずお前ら頑張れみたいな、ま、根性論というか、ま、そういったもので、え、終わってるものが、え、ま、全体の4分の3を占めますということですね。 ここまで JR 西日本を批判するような視点で見てきたわけですが、最後にちょっと JR 西日本を擁護する視点でも見ていきたいと思います。で、それは他の鉄道会社と比べて JR 西日本がひどいのかということです。で、例えば JR 東日本と比較してみると、JR 東日本では今年の6月18日に 湘南新宿ラインで社長が居眠りをしていたということが、まあ、朝日新聞や毎日新聞などで報じられているんですが、まあ、JR 東日本自身が、えー、サイトにはですね、この不祥事を掲載されていなかったんですね。まあ、私が調べた限りなので、も,うもしかしたら、えっと、まあ、僕の調べ方が悪かったという可能性もあり,ありますが、まあ、なかったと。で、一方で JR 西日本っていうのは、 まあ年間だいたいまあ6、70件ぐらいですね。まあ小さいものでも、えー、まあインシデント等を発表しているので、他の会社よりも、えー、たくさん、まあ小さいものでもですね、まあ事故やインシデントを発表する会社で、で、まあ実は他の鉄道会社の方が、まあ隠蔽体質で、えー、まあ実際には JR 西日本よりもひどい事故がたくさん起きているという可能性もあります。まあこれについては、 まあ、鉄道業界の人にしか多分わからないと思うので、まあ、我々素人目線からでは、まあ、相対評価することしかできないんですが、まあ、その相対評価する基準になり得る根拠っていうものがですね、まあ、それぞれ違ってくるということで、まあ、これは正確に統計を出して比較することができないということですね。まあ、よって、まあ、JR 西日本っていうのが、まあ、鉄道会社の中でも特段危ない会社であると。 いうふうに断定するのは、えー、まあ難しいということですね。で最後にいろいろ喋ってきましたが、まとめとして、えー、JR 西日本では近年、えー、福知山線脱線事故と重なるような原因の事故も起きています。それは例えば、まあ保安装置が、まあちゃんと動作していても、まあそれが設置が不十,不十分じゃなかったのかとかですね。まあ、あるいは、えー、まあ社員がですね、自分の不祥事を 隠蔽していたということがあげられます。で、それからまあ組織横断的にですね、事故やインシデントが発生しているということであったり、もう同じようなミスが何回も何回も繰り返されているということもありました。対策についても必ずしも明確に公表されていなかったり、まあ教育や指導というような形で、まあ現場の人たちの責任に押し付けて終わりで、えー、良いのかと。 まあこれだけたくさん事故が起こっているのにですね、まあそれで反省したと言えるのかということは、えー、言っていきたいと思います。で、ただ、先ほども言述べた通り、まあ、他社と比べて必ずしも危険な鉄道会社と言えるかというと、まあそうは断定できないということも合わせて、えー、申し上げておきたいと思います。で今回の動画はこれに、これで終わりにしたいと思います。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。 チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。